くのいち法帳は、講談クラブ1960年9月号から1961年5月号まで連載された山田風太郎の時代小説、忍法帳シリーズ第4作。また、それを原作とした映画、オリジナルビデオのシリーズ。雑誌掲載時は、連作短編として発表され、単行本化の際に、初めて、くのいち法帳のタイトルが付けられた。括弧内は、 公団クラブ掲載号。大阪夏の陣、大阪城は、落城寸前であり、豊臣家の命運は、付きようとしていた。そこで、真田幸村は、五人の女忍者に、品の忍法を駆使して、豊臣秀頼の子種をもらい受けるよう命じた。徳川家康の孫で、豊臣家に嫁いだ千姫は、大阪城落城寸前、では守る坂崎主、佐助の奮闘で助けられる。 しかし、江戸に向かう千姫一行の中には、次女として、秀頼の子供を身ごもった女忍者が含まれていた。その情報を聞きつけた家康は、千姫に女忍者を差し出す。よう要求するが、千姫は、豊臣家を攻め滅ぼした家康に対する憎しみを、あらわにし、彼女たちを殺すなら、自分も、死を選ぶと言い放つ。千姫を溺愛する家康は困り果て、 配下の服部半蔵に相談し、半蔵は伊賀の椿隠れの里から5人の忍者を呼び寄せる。1961年に講談社で初単行本化。以来、角川書店、藤見書房を含む3社から再販されており、現在までに以下の種類がある。沢田正代の朗読を収録した CD、全10枚。1960年代に東映で映画化され、 シリーズとして合計3本の映画版が作られた。くのいち人法。東映、くのいちシリーズ第1作。原作は、くのいち人法調。1964年10月3日公開。吉村マリ主演、中島貞ダ監督。東映、くのいちシリーズ第2作。原作は、下道人法調。山本直澄のリズミカルで軽快な音楽をバックに、 前作とは一転して、コメディタッチの演出となっている。忍法中心裏。東映、くのいちシリーズ第3作。原作は、忍法中心裏。1965年2月25日公開。丹波哲郎主演、長谷川康史人監督。1990年代にキングレコードのオリジナルビデオシリーズ、シネマリオン、スーパー時代劇として7本が制作され。 うち三本は劇場公開された。一作目が大ヒットしたため二作目以降も、くのいち法包のタイトルを使い、別の山田風太郎作品を映像化している。2011年には13年ぶりの新作、影の月が制作された。くのいち法包シリーズ第一作。原作は久野一忍法、くのいち法包映画版と同じく、キャラクターストーリーを、簡略化。 原作にはないミニスカート、アミタイツスタイルのきらびやかなくのいち衣装を導入して、お色気路線を強調している。徳川家康役の遠藤達夫は、以後5作目まで脇役として、連続出演した。くのいち法包シリーズ第2作。原作は、下道忍法長。1作目に引き続き葉山玲子と水野美希が出演している。くのいち法包シリーズ第3作。原作は、 被疑書争奪。一作目に出演していた小松美幸が再出演している。くの市忍法長シリーズ第四作。原作は、忍法中心蔵。映画版、忍法中心蔵。富士テレビ時代劇スペシャル版、くの市中心蔵に続く三度目の映像化。前二作とは異なり主人公、無名綱太郎が登場せず、くの市お張りが主人公となっている。 くのいちにんぽシリーズ第5作。原作は、地雷なり忍法帳。劇場版として公開された、くのいちにんぽシリーズ第6作。劇場版、第2弾。原作は、忍者月影か東映で映画化された、月影忍法帳んぽう21の目に続く2度目の映像化。登場キャラクターを大幅に整理し、性別を入れ替えることで原作にはないくのいちを、登場させている。 くの一人包丁シリーズ第七作。劇場版第三弾。原作は、野ギ忍の法上。監督、主演に小人志、小沢ひスーパーバイザーに、漫画家の寺沢武一を迎え、無国籍性を強めており、六作目までの、正派時代劇路線とは全く異なる、アクション志向の作品。一作目で、 千姫を演じた白島康代が同じ役柄で再出演している。ソフト化の際に未公開シーンを加え、野牛外伝区の一人包丁江戸花地獄編、野牛外伝区の一人包丁合津雪地獄編の2本に分けてリリースされた。山田風太郎の没後10年を記念して13年ぶりに制作された区の一人包丁シリーズ第8作。内容は6作目。 忍者付き影賞のリメイク。東日本大震災復興のため収益金の一部を日本赤十字社を通して寄付したことや、出演女優の森下優里や西野翔が着物の下にふんどしを占めていることが話題を呼んだ。宣伝面では、ネット時代を反映して、YouTube でのプロモーション動画公開、Twitter や公式ブログでの情報発信など、Web 上の活動に力点が置かれていた。 また、くのいちチケットキャンペーンとして、全売券2種を購入すると、特製エロティックエコバッグがもらえたり、リピーターキャンペーンとして、上映期間中に2回見ると予告編フィルムカットがもらえるというプレゼント企画があった。ありがとうございます。